皆様こんばんは。ご機嫌いかがお過ごしいらっしゃいますか。早いものでもう1ヶ月経つんですよね。なんか昨日収録して今日放送っていう風な感じしか取れないんですけど、皆様元気にお過ごしでいらっしゃいましたか。今帰りの方もいらっしゃると思いますけど、車の運転も気をつけてもらいたいですね。まあ大体日本っていうのは車ばっかしじゃなくて、最近はあっちで人殺し、こっちで殺人、同じようなことだけどまあとにかくおっかないよね。治安がいい国は日本は第4位だったんだけど、世界第4位ね。だけどそんなこと言ってるのなんか第1位みたいな感じになってね、しまうなんか結果がそういう風に出てくるんじゃないですかね。まあ前部持ってのおしゃべりはこのぐらいにしまして、じゃあタイトルからいきましょう。お疲れ様高見純ってなもんで、車の中に乗っかって、まさか酒は飲んでないでしょうね。酒飲んだらやばいですよ本当に。この間なんか学校へ行く途中の子供さんのところに飛び込んでったなんてね。そしたらそれが二日酔いだったそうです。まあ昔シャレとして聞いてもらえればいいなと思うんですけど、あのクレイジーキャッツに花はじめさん、それから植木さんが横浜から五反田に向かって行ったら、五反田でね検問やってたんだって。そしたら、あ、植木さんじゃないですかって、いやどうもいつもお世話になりますなんて言って、この朝早くから検問ですかって言って、そうなんですよって、でもスタジオ入んなきゃ遅れちゃうんでしょって言ったら、そうなんだよ時間がないからね、もう行っちゃっていいですかって、あーどうぞどうぞって言ったんだって。そしたら1週間後に罰金がガサッと来たと。そんなあの笑い話もあるんだけど、でもまあそれはねシャレとしていいんじゃないかと思いますけどね。やっぱり飲んだら乗るな、その方がいいよね。私はちなみにお酒はやめちゃったけど、じゃあ一人ずつ聞いていこうかな。大宮さんはどちらから今日は来てもらったんですか。はい、高崎市内でから参りました。何？高崎市内。ちゃんと日本語喋ってやる高崎です。高崎、はい。江原さんは今日はどちらから参ったんですか。私も高崎市内です。高崎市内でもいろいろ町があるじゃん。石原町。あ、じゃあここ地元じゃん。地元です。あ、そうなんだ、はい。中島さんは。私は、ええ、伊勢崎寄りの玉村町っていうとこです。玉げたっていうんじゃ、あ、玉げただ。あ、ぶったまげましたね玉村町。はい、そうです。玉村、玉村ってよく聞くんだけど、玉村っていうのは日本にあるんでしょうね。あります。あれあの、なんか名産物とかそういうのあるんですか。群馬いろいろありますけど。何、キャラクターで群馬ちゃん1位になりましたね、全国で。あ、本当だ、ええ、熊門じゃないの。熊門じゃないです。あ、熊門はあれどう、熊本だっけ。あれはね、違いますよね。あ、そうなんだ。群馬ちゃん、あの一つ聞いていいですか。はい。あの焼きまんじゅう。あ、焼きまんじゅうあります。焼きまんじゅうっていうのは美味しいんですか。美味しいです。あ、本当。群馬切りないです。どんな味してる。そうですね、小麦粉をあの丸埋めて、うん、それをふかして、うん、それにお味噌。お味噌で味付けるんです。お味噌つけて焼くんですね、うん、串4個串に刺して並べてね、うん、それで。なるほどね、うん、いろいろこう名物にうまいものなしなんてよく聞くんだけど、それは昔からあるわけなんですかね。そうですね、群馬の名物です。あ、本当。はい。あ、じゃあそれ一つ勉強になったなもう一つ聞いていいかな。はい。群馬へねこうやって皆さんとね、もう自分なんかやっぱり高見純でやっているんだけど、はい、みんなとはね歌仲間だと思ってるけども、はい。最近ね
群馬弁になっちゃってね。あ、そうですか。会社のね、うん、群馬の言葉はね、はい、なんとかって言うと言ってくらーとかね。そうですね、なんとかね、うん、言ってんだけどね。よく喧嘩してるみたいな。そう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 、会話だって言われます。うん、中島さん、バトンタッチしていいのさん。はい、いいのさん、これで何でもいいのそんなこと言っちゃいけない、うん、今日はどちらから見えたんですか？高崎市内です。座っていいじゃん。いや、もちろんここの教室はね、高崎の人が皆さん多いんですけども、今ね、高崎の言葉をね、聞いてたわけ。なんで聞いてたっていうか、男っぽいでしょ。だいたい群馬っていうと空風に、かかあ天下に空風とかなんとかって言うじゃない。はい。あれは そう言われてみると、やっぱり女の人が強いんかね。あ、それっていうのは、うん、お蚕さんを昔は飼っていたんですよね。お蚕。ええ、それでそのお蚕っていうのはみんな女性の方が飼っていたんですよ。あ、それでそれに対してのことだから、うん、女の人が結局は権利を持ってやってるから強くなったんかと思います。あ、さもなそれでなければ、お蚕って言えば、はい、自分も東北育ちだから、はい、よくわかるんだけど、雨降ってきたような感じになるのね。桑の葉っぱをこうバーッとこう巻くとね。あ、そうですね、蚕さんが食べてるから、うん、シャー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 音がしてるんですよね。さーっていう、なんかね、雨降ってきたのかなってね、思っちゃうくらいなんだけど。はい、そうですね。 ありがとうございました。はい、会士の野村美智子さんです。はい、はい、拍手。どうもありがとうございます。こんなにね、褒められたことないのよ。はい。何が良かったのかしら。みんなが家族のように、うん、一人一人が自分というものをしっかりと持っていて、それでお互いが注意の試合して、それをいつまでも引かないで、あ、そう分かりましたとか、あ、そうだよ、そうだねって、自分が注意されたところは納得するような、そういう状況の中で家族と同じような仲間だからだと思います。あ、なるほどね。誰一人として人を、うん、評価するような、うん、みんな短所長所は持ってると思うんですよね。ね、うん、私もあっちこっちね、教室持ってるんだけど、一番悪いところってのあるんだよね。なんでかっていうとね、はい、歌の上手い人がね、お高くなっちゃうね。はあ、もう鼻が伸びちゃう。なるほど。うん、だけどね、実力はどうだと思ったら、そんなに実力があるわけじゃないんだよね。そういう教室もある。あ、だからね、これなんとかこういうふうに良くしたいなと思って聞いてるんだけども、でも今みたいに家族的にこうなんていうのかな、このとこ歌こういうふうに歌ったんだけど、いや、この間こういうふうに歌ったけどもよかったよとかね、そういうふうな言い合いをしたり、意見をもらったりなんかするっていうことは、これはね、素晴らしいことだと思うよね。それじゃあ一応会士の野村美智子さんにお言葉をいただきましたので、ここで一曲聴かせてください。燃える中だけよ胸焦がす
一つしかないこの命くれと言うならくれてやる熱か熱か心も体も熱か惚れた女を抱きたけりゃいやけど覚悟で抱かんとね抱かんどうでした？はい、よく歌えたと思います。あ、本当にあのねあのレッスンやってる時よりもなんかやっぱり緊張はするよね。ちょっとね。だけどね、その緊張感っていうのはいいんだよ。いいんですか。それじゃあ2番手飯野さん、はい、飯野さんは今日はいや、あのあそこから来たんですか？高崎ですか？はい、高崎は飯野です。いいのそれ言いたかったんだなあの時間的にこっからどのぐらいかかるの？20分ぐらいですね。20分ぐらい、はい。あ、そうですか。 2番として登場なんですけどね、はい。じゃあ今日はレッスンしてる成果というかその曲を聴かせてください。何いく、はい、違うよ回収何を言ってんだよ回収回数も残念だよはい、じゃあ女の容疑者歌います。女の容疑者、はい、どうぞ、はい、よろしくお願いします。
あ、いい歌でした。なんだか上がっちゃって、ええ、どこ、どこへ上がったの？タコちゃんあるまいし、上がることないんだよ。上が、2階が2階に上がっちゃった、うん、あ、そうなんだ、2階上がっちゃったん。そうそうなんだか震えちゃって困りました震えんのはね、震えんのはバイブレーターだけでいいんだよ。バイブレーターも何もないよねあ、じゃあ、あの3番手の方に行きましょう。はい、3番手は開始の登場で再び登場なんですけど、今日は何を歌ってもらえますか？紅花の宿です。忘れたんじゃなかったの忘れやしませんけど、紅花の宿、はい、はい、それではお願いしましょう。皆さん拍手よろしくお願いします。紅花の宿。Thank you.
なんか人を愛して振られたような気持ちです人をね愛して振られたような歌になっちゃったなと思ってました。一生懸命歌おうと思ったら楽に歌えて、あ、いいんじゃない。吊り橋が怖かったです。あ、そうですか、ええ、はい、終わりました。ありがとうございます。野村美智子と申します。今後もよろしくお願いします。おっちょこちょいで忘れることが多いですけど、よろしくお願いいたします。なんか俺が言おうとしたのみんな言っちゃってんじゃん。はい、次の方ですけども中島さんです。はい、あのお名前と曲目言ってもらおうかな。はい、北の浜歌です。はい、これは前に歌ったんですけど、ちょっと曲目は北の浜歌前に歌ったったって、あとみんな聞いてないんだから分かんないじゃん。前にレッスンやったことはあるんですけど、うん、なかなかうまく歌えないです。だからそれを言ってくんないと。あ、そうですか、はい、みんなが前に歌った歌ああそうかい、なんだよこれ、だってね全然分かんなくなっちゃった、ね、はい、それではお願いしましょう。北の浜歌。男と女
はい、お疲れ様でした。私が言うわけね。ありがとうございました。なかなかうまくいかないですね、いつでも。いや、 やっぱり上手ですよ。いや、ね、はい、ま、はい、じゃあ次の方に登場願いましょう。お名前と曲目を言ってちょんだい。はい、江原ゆき子、歌う歌うは赤とんぼ。赤とんぼ、あ、とんぼって言えばね、最近ちらっと見るけど赤とんぼいないね。赤とんぼってのはもっと後なのかしら。あ、そう、飛んでる、うん、飛んでる。赤とんぼ飛んでる、飛んでますって。あ、そうなの。秋だから飛んでるんですって。涼しくなると赤とんぼ出ますね。はい、いや、だけど飛んでませんって言ってるよ。ここはね、町町だもんね。え、そうです。田んぼのね、裏の方にいる、上にね。はい、あ、はい、だでもね、本当にトンボが最近珍しいもんね。昔なんてのはもうこうやって手出せば止まってね、ずいぶん捕まえた思い出があるけど、あ、そう、全然あの最近はそういうのも見たこともないけどね。はい、それでは歌っていただきましょうかね。赤トンボ。はい、してて酒も魚も今日でおしまい、店じまい。5年ありがとう、楽しかったわ、いろいろお世話になりました。しみりしないで計算、帳消し貢ぐ相手もいないものだけど、皆さん飽きもしないでよくよく通ってくれました。歌ってよ、騒いでよ、しんちゃん、しん新宿駅裏赤とんぼ。
どうもありがとうございました、はい、素晴らしい歌です、ね、やっと終わりまして、あのこれ、はい、千秋直美さんのお姉さんっていうのがね、あの七色の声と言ってね、本当ビクターレコードの歌手なんですよ。あ、そうですか。だけど、千秋直美さんの方がスターになっちゃったんだよね。会社違うんですよ、はい、うん、お姉さんは別にしても千秋直美さんはコロンビアでしょ。そうなんですよ。あ、そうですか、うん、でそんな風な感じもあったんでね、懐かしいなと思いました。はい、すごくいい出来上がりで良かったですね、はい、ありがとうございます。今日の聞かせてもらった感想はとにかくレベルが高い。そりゃ何よそれ。俺が喋ったらいいだろ。いつもですとスタジオから録音して皆様にお届けしている、今日はちょっと趣を変えまして、高崎石原町に、在しております野村美智子さんの音楽教室にお伺いしております。もう皆さん優秀な歌唱力を持っていますんで、どこへ出しても恥ずかしくないんじゃないかななんて思いましたけども、これからも一緒に歌仲間として勉強してまいりましょう。とにかく健康に気をつけて、悪い風邪も流行っているだろうと思うし、頭の方の弱い人も頭の病気を治した方がいいんじゃないかと思うし、ディレクター下向いてなくていい。下向いてんの、別に悪いとかありゃしないだろうけど。そんな具合で今日は終わらせていただきます。それではまた皆さん来月お目にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。ありがとうございました。この街で生まれて、この街で友と出会い、この空を見上げて、遥か夢と戯れた昔、駅からたどる雪解けの道、いろいろな月日この胸に詰めて、今私帰ってきました。長い旅から少しだけ心残して、長い旅から街で過ごして、この街で誰か愛し、この空に諭され、そっと別れ告げたあの恋よ、心の見つけた昔、青春の片身
飾り物時の今私帰ってきました。遠く旅から